学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さん、いかがお過ごしでしょうか？時事ニュースを使って私たちの英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。今回は NHK ワールドを使って東シナ海、中国とフィリピン対立が一層激化ということで NHK ニュース映像にも出てきますけれども、東シナ海でこんなことが起こっているということで、中国の巡視船からですね、こんな大量の水をフィリピンの船にかけてくるというようなですね、もう衝突しかかっているような状態で、どん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 対立が一層激化しているというニュースを使いながら、英語力を上げながら、一体何が起こっているのか情報力もアップしていきましょう。まずこのニュース、字幕ありで確認して内容を捉えていきたいと思います。次に、日本人が苦手と言われている英語を話すスピーキング力アップのために、原稿を音読して、そして音読しながら難しい単語、ニュースの詳細内容を捉えて情報力アップ、単語表現力アップ、そしてスピーキング力アップしていきましょう。3番目は、学習した英単語表現内容、字幕なしで聞き取れるのか、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながら、しっかりとリスニング力中心にアップしていきたいと思います。ここまではインプットですね。情報をこのニュースからたくさん取ってインプットして、次4番目は、その得た情報、そしてニュースを見て思ったことを自分の英語、言葉で相手に伝えるスピーチ練習。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと、まるで外国人の方と英語を話しているような感覚で、たくさん英語を話す機会というものが作れますので、とてもいいスピーキング練習になると思います。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。さあ、それでは、このニュースを使いながら、一体東シナ海でどんなことが行われているのか、起こってしまっているのか、中心に情報力を上げながら、英語力アップしていきましょう。Let's get it started. それではこの左側の NHK ワールドニュース見ていきたいと思います。右側に字幕がありますので、必要な方は参考にしてみてください。読まれている箇所にですね、このようにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れる、聞き取れそうだという方は原稿を無視して、この左側のですね、 NHK ワールドニュースをしっかり集中して見ていきましょう。それでは Let's try to understand the newsLet's try to understand about the content of this news with English subtitles. What is going on in Southeast China Sea? Let's try it. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. says tensions with China in the South China Sea have increased in recent months. Marcos Jr. sat down with NHK for an exclusive interview on Saturday in Tokyo. He is in the Japanese capital to attend the Japan-ASEAN summit.Chinese government ships have recently been using water cannons on Philippine vessels and are obstructing their navigation in the South China Sea. I am afraid to have to be able to say that the tensions have increased rather than diminished over the past months. The situation in the China Sea has grown more and more complicated.Marcos Jr. suggests Japan and ASEAN should enhance cooperation in the field of security, as they have been doing with economic matters. We must make the way clear that we maintain the peace, and how that is going to be done. He stressed that the Philippines will also deepen trilateral cooperation with Japan and the United States, and seek to collaborate with more countries by conducting joint exercises.さあ、どうだったでしょうか。字幕ありで確認してみましたけれども、映像に映ってましたけども、ウォーターキャノンということでですね、水砲ですね、これを中国のですね、巡視船がフィリピンの船に思いっきりかけているということで、もう武力でですね、力で入ってくるな、出ていけっていう感じでやり合っているということですね。もしかすると一方的に中国がやっているだけなのかもしれませんけれども、このですね、ニュースを使いながら何が一体行われているのか、情報力アップしながら英語力アップしていきたいと思います。じゃあ次はですね、音読練習、
この原稿を声に出して音読することによって、日本人が苦手と言われている英語を話す力を上げていきたいと思います。やはり練習しないと何事もうまくならないので、英語スピーキング力を上げたいなと思っている視聴者の方ですね、ぜひ一緒に英語を声に出しながら英語を話す練習していきましょう。ではですね、今画面に映っているこの部分ですね、まず音読をしながら、先ほどの NHK ワールドキャスターの上手な英語を参考にですね、ネイティブイングリッシュスピーカーになったつもりで楽しく話していきながら単語内容を捉えていきたいと思います。ではここからいきましょう。フィリピンプレゼント、フェルナンド・マルコス・ジュニア says tensions with China in the South China Sea has increased in recent months ということで、右側に日本語訳出てますけれども、フィリピンのですね、大統領のフェルナンド・マルコス・ジュニアさんが中国とのこのサウスチャイナシー、東シナ海での緊張がですね、インクリース、ここ数ヶ月でめちゃくちゃ高まっているということですね、映像にも映ってましたけれども、中国の人生が水泡でですね、かけてくると。下手したら沈んじゃうかな、沈んじゃうんじゃないかなと思いますけれども、こんな状態になっているというですね。テンション。というのは語符形になってますけども、緊張ですね、 Tension with China、 中国のとの緊張が一層高まっているんですね。 Increase というのは増えるんですね。これ Have プラス過去分詞ですね、 have increased、 継続の表現で、今に始まったことじゃなくて過去からずっと最近も緊張がどん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 高まっているけれども、もっとひどくなってきているということですね。さあでは次、この部分を音読練習しながらスピーキング力高めていきましょう。マルコス・ジュニア sat down with NHK for an exclusive interview on Saturday in Tokyo. He is in the Japanese capital to attend the Japan Asian Summit ということで、フィリピンのですね、大統領のマルコス・ジュニアさんですけども、NHK の exclusive interview、単独インタビューに土曜日応じた東京でということで、今、大統領ですけども、プレゼントですけども、日本の首都、東京にですね、ジャパンアジアンサミットに出席、アテンドするために来ているということですね。さあ、ここ、エクスクルーシブインタビュー、独占取材ということですね。独占インタビュー。そして、キャピタルというのは首都ですよね。ジャパニーズキャピタル is Tokyo ですね。そして次ですけれども、アテンドというのは出席するということですね。アジアンサミットどうなってるんでしょうか。あれ、前いた大臣もいなくなってるやんってなってるかもしれないですね。他の海外の大臣が。さあ、では次ここ行きましょう。ここもしっかりと声に出してですね、英語を話して練習していきましょう。Chinese government ships have recently been using water cannons on Philippines vessels and restricting their navigation in the South China Sea ということですね。ここですけども、中国政府の、中国政府系の船ですね、巡視船が最近、ウォーターキャノン、映像にも出てましたけれども、水鉄砲みたいなもんじゃないですよね、あの量。ふっといふっとい水の大砲が見えてましたけれども、あれをですね、フィリピンの船にですね、かけて、リストラクチャーというのは再構築するということですけれども、この南シナ海でのナビゲーション、航海ですね、その自分たちの陣地テリトリーだと言って水をかけてですね、もうフィリピンの船を追い出そうとしている、もうすでにですね、もう力で現状を変えようとしているということですね。さあ、この先どうなっていくのか分かりませんけれども、 water cannon、 水砲ですね、大砲ではなくて水の大砲、水砲と言いますね。 water cannon 覚えていきましょう。 vessels、 船ですね、フィリピンの船にかけていると。 restrict、再構築するという単語ですね、覚えておきましょう。 Respect。 さあ、ではどんどん行きたいと思います。では次ここですね、フィリピンの大統領ですね、ここでフィリピン英語もですね聞くことできましたね。フィリピンの大統領の英語見ていきましょう。 I'm afraid you'll have to be able to say that the tensions have increased rather than diminished over the past months. The situation in the China Sea has grown more and more complicated ということで、大統領なんて言ってたか、残念ながらここ数ヶ月ですね、緊張が diminish、 減っていくんではなくて増加している、緊張関係ですね。そして complicated、 複雑ですけども、中国との関係状況、この東シナ海での状況は grown more and more complicated、 もっともっとより複雑になってきてしまっていると、フィリピンの大統領が言っているわけですね。それあんな映像を見るとですね、それはもうどうするんでしょうね、どうしたらいいんだろうかっていう感じですけども、
I'm afraid っていうのは残念ながらっていうことですよね。これ日常会話でも使えると思います。自分の発音がしっかりと通じるかどうか、この Google 自動翻訳を使うとですね、チェックできるんですね。言語を検出する方を英語にして、右側を例えば日本語にします。そしてこのボタン、音声入力による翻訳というボタンを押して、例えば I'm afraid と言って、自分の発音が正しければしっかりと正しく聞き取ってくれます。ではやってみましょう。こんな感じですね。I'm afraid. I'm afraid that we are seeing actual situations in the South China Sea. The tensions has been deteriorating, increased. こんな感じですね。I'm afraid. I'm afraid that we are seeing actual situations in the South China Sea. The tensions has been deteriorating, increased.Afraid、 怖いというか残念に思っているということですね。残念ながら緊張緩和ではなくて、緊張状態がどん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 増しているということですね。 I'm afraid。 Google 自動翻訳非常に使えると思います。では Diminish、 これも確認しておきましょう。 Diminish どんな意味かというと、 Diminish The tensions has been increased rather than diminishingこんな感じですね。Diminish. The tensions has been increased rather than diminishing. こんな感じで文章にすると新しい単語をしっかりと記憶に、脳みそにですね、刻み込まれてしっかり覚えれることができると思います。Diminish ですね。覚えておきましょう。減少するですね。減少するというよりも緊張関係 increase 増加してしまっているですね。Diminishing 覚えておきましょう。Diminish 減少するですね。さあ次の単語ですけれども complicated。複雑になるということですね。もっともっとより複雑になってきていると大統領が言っています。では次ですね。ここを読してみましょう。Marcus Jr. suggests Japan and Asia should enhance cooperation in the field of security as they have been doing with economic matters. ということで、フィリピンの大統領のマルコス・ジュニアさんですけれども、日本とですね、アジアの国々というのは、in the field of security、 安全保障の面でも協力を enhance、 拡大していくべきだと言ってるわけですね。 as they have been doing the economic matter、 economic、 経済分野では日本とアジアの国々協力してるけれども、マルコス大統領にするとですね、 in the field of security、 安全保障の面でももっと協力していくべきだと言ってるわけですね。これはもう中国の、動きを念頭にしたものですよね。日本さんも入ってきてくださいよ、助けてくださいよ、協力しましょうよと、言ってるわけですね。 Enhance っていうのは強化する、 Enhance cooperation、 協力を強化する。 In the field of 何々の分野でですね、 Security、 安全保障の分野でということです。 As 何々のようにということで、すでに日本とアジア Economic model、経済の問題分野では協力をしているけども、セキュリティですね、安全保障の分野でも一緒にやっていこうということですね。ではここを次音読していきましょう。 We must make the way clear that we maintain the peace and how that is going to be done ということで、私たち日本も含めてフィリピンも含めてクリアなことをですね、明確なことは、私たちは maintain the peace、 平和を維持する、そして How? どうやって That is going to be now? それをやっていくかというのが一番大事だということですね。中国はですね、力を使ってでも現状変更しようとしている、テリトリーですね、領土を増やそうとしている。でも日本人も含めてですね、フィリピンの大統領も Maintain peace、 平和を維持することが大事だと片方は言ってますけれども、相手が力でねじ伏せに来た時にですね、私たちは一体どうしたらいいのかということですよね。日本の政治家裏金で荒れていますけれども、揉めていますけれども、やっちゃってますけれども、その人たちにですね、この国のピースですね、ワールドオーダー、世界のピース、世界平和語れるんでしょうか、できるんでしょうか。ちょっと愚痴っぽくなりましたけれども、ここの単語チェックしておきましょう。 maintain、 維持するですね。 maintain the peace で平和を維持するということですね。 how that is going to be done、 どうやってそれをやっていくのかということですね。さあでは最後、ここをしっかりとネイティブになりきって楽しく英語を話しながらスピーキングルックアップ内容を捉えていきましょう。
His strengthening of the Philippines will also deepen trilateral cooperation with Japan and the United States and seek to cooperate with more countries by conducting joint exercises. ここはなんか文法的におかしそうですけども、strengthening the Philippines。フィリピンのですね、強調したことですね。大統領としてフィリピン、どういうことを強調していくかっていうと、deepen、深めるということで、trilateral cooperation。Trilateral というのは3国間の協力ということで、どことどことどこかというと、Japan and the United States and the Philippines ですね。日本、アメリカ、そしてフィリピンの協力、Trilateral、3カ国間の協力をディープに深めていくということですね。Seek to collaborate with more countries by conducting joint exercise. そして3カ国だけじゃなくて、他の国々との協力も、collaborate、協力もですね、seek、模索していくということで、Conducting the joint exercise. 一緒に軍事訓練なんかもやっていくつもりだとフィリピンの大統領が言っているということです。さあ、ここを押さえておきたい単語表現ですけれども、deepen、深めるですね。trilateral っていうのは三国間のコーポレーション、協力をということです。seek、模索する、探すということですね。collaborate、協力することをということですね。conduct、行うという意味です。さあ、このニュースからしっかりと今東シナ海で、今回はですね、中国とフィリピンですけれども、どんなことになっているのか、そしてフィリピンの大統領が英語で話していましたけれども、それを聞きながらですね、しっかりとフィリピンの大統領の意見というものをですね、知ることができたんではないでしょうか。さあ、では、ここまではですね、しっかりとこのニュースから情報を得れたと思います。次は、学習した単語表現しっかりと覚えているのか、字幕なしでこの、ニュースですね、詳細理解できるのか、字幕なしでもう一度見ていってみましょう。今学習した単語ですね、しっかりと覚えているのか、英語でですね、しっかりと聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's try to understand every details of this NHK World News about the situation in South China Sea without English subtitles. Let's try it. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. says tensions with China in the South China Sea have increased in recent months.Marcos Jr. sat down with NHK for an exclusive interview on Saturday in Tokyo. He's in the Japanese capital to attend the Japan-ASEAN summit. Chinese government ships have recently been using water cannons on Philippine vessels and obstructing their navigation in the South China Sea. I am afraid to have to be able to say that the tensions have increased rather than diminished over the past months.The situation in the China Sea has grown more and more complicated. Marcos Jr. suggests Japan and ASEAN should enhance cooperation in the field of security as they have been doing with economic matters. We must make the way clear that we maintain the peace and how that is going to be done.He stressed that the Philippines will also deepen trilateral cooperation with Japan and the United States and seek to collaborate with more countries by conducting joint exercises. さあ、どうだったでしょうか。字幕なし。しっかりと聞き取れましたでしょうか。学習した単語表現、そしてニュースの詳細の内容ですね。映像にも映ってましたけれども、ものすごい量の水、水砲ですね。ウォーターキャノンで、こういうふうに、これ右側が中国の巡視船ですけれども、フィリピンの船に向かってこういうふうにかけるということでですね、もう恐ろしいことをやってしまっているんだな、という感じですよね。さあ、ここまではですね、この NHK ワールドニュースからしっかりとどんなことが起こっているのか、情報、そして英単語表現、スピーキング練習しながら学んできました。インプットですね。次は4番目、それをアウトプットする練習していきたいと思います。今度はマイクロソフトのチャット機能を使って、まるで外国人の方と英会話している感じで、このニュースから得た情報を自分の言葉、英語で話してみましょう。この AI を搭載しているマイクロソフトのチャットを使うとですね、自分が話したことに対して人間のように英語で返してきてくれますので、非常に楽しく英語を話す機会を増やしていくことができますので、もう英語学習の相方になってくれると思います。
では今からどんな風にやっていくのかですね、デモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今画面に出てきたマイクロソフトビングのチャットですね、文字すべて英語になってますけれども、これ言語設定を日本語から英語に変更してます。なぜかというと、英語を話してそして英語でやり取りしますので、日本語ではなくて言語設定を英語に変えてます。視聴者の皆さんも練習するときはですね、言語設定を英語に変えてやってみてください。その設定を変えるだけで、あとはですね、めちゃくちゃ簡単です。このボタン、Use Microphone というボタンを押して、あとは英語でですね、このチャットに友達に話しかけるような感じで話しかけるだけですね。では今からどんな風にやるのかデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。さあ、それではですね、チャットですけども、まあ友達と話す感覚で軽く挨拶をして、NHK でニュースこんなの見たんだけど、こんなことが今東シナ海で起こっている。英語のスピーチ練習のためにですね、話し相手になってくれないかなみたいな感じで言ってみたいと思います。では、Let's practice speaking in English. Hi, Bing. How are you doing today? I'm doing well. I just checked the latest news regarding to the situation in South China Sea from NHK World News. This is a part of my practice to improve my speaking ability in English.So I'd like to share the topic with you by speaking in English. Is that okay? And if possible, if my spoken English is not correct for some part and my pronunciation is not correct, please correct me. Let me know. I try to improve my speaking ability. Is that okay? こんな感じで話すと聞き取ってくれて、これに対してチャット返してくれます。Hello. I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills. I'd be happy to chat with you about the situation in the South China Sea. According to a recent article from NHK World News, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has stated that tensions in the South China Sea have increased rather than diminished in recent months.And that a more assertive China poses a real challenge to its Asian neighbors. Additionally, an article from MSN suggests that tensions with the US and a stronger negotiating position after years of reclamation are likely to be driving Beijing's renewed enthusiasm for a code of conduct in the South China Sea. Finally, an article from The Conversation argues that understanding China's perspectives on ocean governance is vital to forging a path forward on disputes over contested waters.I hope this information is helpful to you. Please let me know if you have any questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じで関連する英語をですね、スピーキングとこういうふうに文字で返してきてくれますので、まあ少し間があったりしますけれども、もう友達とですね、英会話している感じでどんどん英語を話す練習できると思います。そして素晴らしいのがですね、ただ返してくれるだけじゃなくて、この話題に関連するインターネットのですね、違うニュースのリンク先なんかもですね、つけてくれてますので、もっと知りたいなと思うときは、例えばこれをクリックするとですね、もう一瞬でそのページに飛んでいって、ふむふむということで、他のニュースソースは NHK 以外もですね、どういうふうに報じてるんだろう。Is Beijing warning to South China Sea Code of Conduct? ということで、中国北京はですね、東シナ海での Code of Conduct、まあ、行いのコードっていうものを変えていく、そういうことを Warning、警告してるんじゃないか、みたいな感じですよね。こんな感じでですね、英語を話していくことができます。では次はですね、まあ、日本もフィリピンのマルコスジュニア大統領も Maintain Peace、平和を維持するということが目的だと言いますけれども、かたやですね、中国力で現状変更しようとしてきている、まあ、こういう時にはですね、どうしたらいいんだろうみたいなんですね、まあ、結局力の強いものがテリトリーを奪うのかということになって、まあ、力に力で反撃するとですね、まあ、中東ではありませんけど、まあ、戦争に発展したりすると、まあ、非常に難しいなと思うんですけども、そのあたりをですね、まあ、チャットに話しかけて、まあ、どんな風に返ってくるのかですね、英語のスピーキング練習がてらやってみたいと思います。Thank you very much for your additional and valuable information. Actually, I also checked the same information source from NHK World. As you said, now Philippines President Marcos Jr. is visiting Tokyo to attend the Japan-Asia Summit.
And he got an exclusive interview with NHK, and he said at that table, the purpose of Philippines as well as Japan is maintaining peace. But what I'm really concerned about is if one side, in this case China, will use force or power to change status quo, the other side, like Philippines and Japan, how we can take action. Because only saying let's maintain the peace or like that, verbally, I think it will not have significant impact. During that period, China is actually trying to change status quo by using force. In this time, water cannons. I was so surprised that huge water cannons are actually spreading and shooting to the Philippine missiles in NHK World News footage. So I think this is very difficult and complex issues, not only Philippines, but also Japan as well, because I know that Chinese patrol vessels is surrounding Senkaku Island, southern part of Japan. So definitely, Chinese government is trying to expand their territories. こんな感じで話してみました。どうすりゃいいんだって聞いてみましたけれども。It's great to hear that you're keeping up with the news and staying informed. The situation in the South China Sea is indeed complex and multifaceted. It's important to remember that maintaining peace and stability in the region is a shared goal among many nations, including Japan and the Philippines. As you mentioned, China's actions in the region have been a source of concern for many countries, including Japan and the Philippines. According to NHK World News, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has stated that tensions in the South China Sea have increased rather than diminished in recent months, and that a more assertive China poses a real challenge to its Asian neighbors. It's understandable that you're concerned about the possibility of China using force to change the status quo in the region. However, it's important to remember that there are many ways to address these issues that don't involve the use of force. Diplomacy and dialogue are key tools that can be used to resolve disputes and maintain peace. As you mentioned, the situation in the South China Sea is complex and multifaceted, and there are no easy solutions. However, by working together and engaging in constructive dialogue, it's possible to find a way forward that benefits all parties involved. I hope this information is helpful to you. Please let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでですね、返してくれますので、この返ってくる英語を聞くだけでもですね、リスニング力アップになりますし、新しい情報も詰まっていますし、他のニュースソースも入ってます。そしてもちろんこの文章にもですね、新しい単語とか表現も使われてますので、非常に総合的な英語力をですね、この練習をすることによって上げていくことができると思います。そしてですね、中国南シナ海の問題、一番ですね、気がかりというか心配なのはやっぱり台湾ですよね。台湾海峡、台湾をめぐる、問題、来年の1月には台湾の総統選がありますけれども、そのあたりですね、このチャットとしてはどういうことが返ってくるのか、英語を話す練習をしながらですね、質問したいと思います。 Thank you very much for your reply and valuable informationWhen it comes to the dispute between China and other countries, including Philippines this time, as well as Japan, but most concerning point I feel is that You're welcome. I'm glad that I could provide you with some helpful information. It's understandable that you're concerned about the situation in the South China Sea.As I mentioned earlier, the situation is complex and multifaceted, and there are no easy solutions. However, it's important to remember that there are many ways to address these issues. ちょっと途中で止まってしまったので、台湾のことを聞きたいので、もう一度言ってみたいと思います。I mean, the situation of Taiwan is most concerning point personally. Next January, there is a presidential election in Taiwan.And now three candidates are running for that presidency. And if
ruling party candidates will win this election? As I know that his stance is against China. So next presidential election is a very important and key point to establish how China and Taiwan and other countries will going forward. So that is what I feel. So do you have any idea or information regarding to the situation in South China Sea and China and Taiwan's presidential election? I understand your concern regarding the upcoming presidential election in Taiwan. According to The Guardian, the election is a three-way race between Ko Wen-jae of the Taiwan People's Party, Lai Ching-te of the Democratic Progressive Party, and Ho Yui of the Kuomintang. The article also suggests that voters are faced with a choice of continuity with the ruling DPP or change, with an opposition that favors closer ties with Beijing. It's understandable that you're concerned about how the election results will impact the relationship between China and Taiwan. According to Yomiuri Shimbun, Lai has made clear that he will maintain a confrontational stance against China. However, it's important to remember that the situation in the South China Sea is complex and multifaceted, and there are no easy solutions. Diplomacy and dialogue are key tools that can be used to resolve disputes and maintain peace. I hope this information is helpful to you. Please let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでですね、まるで友達と話しているように英会話ができますので、このマイクロソフトのですね、チャット、もちろんフリーで好きな時に練習できますので、めちゃくちゃ英語の、練習にですね、おすすめです。皆さんもぜひですね、やってみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力アップできたんではないでしょうか？今回はですね、東シナ海で中国船がですね、ウォーターキャノン、水砲を使ってですね、フィリピンの船にですね、かけて、そして力でですね、まあ、テリトリーを拡大しようとしているという映像とともにですね、この NHK ワールドニュースを使って、私たちの英語力、情報力アップしてみました。一緒にこれからも英語力と情報力アップしていきましょう。英検一級家事チャンネル、英語学習に使えるなと思ったら、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day. Goodbye.